ダレン・キャンベルはイギリスの元陸上競技選手。2004年アテネオリンピックの金メダリストである。キャンベルが最初に国際大会で活躍したのは1991年のヨーロッパジュニア選手権であった。この大会で100メートル、200メートルの2冠を達成。400メートルでも銀メダルを獲得した。翌年、韓国のソウルで開催された世界ジュニア。 陸上選手権に出場。100メートル、200メートルで銀メダル、400メートルリレーで金メダルを獲得する活躍を見せた。しかし、その後キャンベルは故障のため陸上を離れサッカーに転校。プリマスアーガイル、ニューポートカウンティなどでプレーする。1995年、陸上に復帰したキャンベルは、1996年、 アトランタオリンピックの代表に選ばれる。400メートルリレーに出場したが、彼にバトンが渡る前に、他の選手がバトンを落としてしまい、彼にバトンが渡ることはなかった。翌1997年の世界選手権でも400メートルリレーに出場し、銅メダルを獲得。世界選手権で初めてメダルを獲得した。1998年は、 キャンベルの飛躍の年であった。ヨーロッパ陸上選手権では100メートルで10秒04の自己ベストで金メダル。400メートルリレーも制し2冠を達成。クアラルンプールで開催されたコモンウェルスゲームズでも400メートルリレーを制した。翌年のセビリアの世界選手権でも400メートルリレーで37秒73の英国新記録を出し、 銀メダルを獲得した。2000年シドニーオリンピックでは100メートル、200メートルの2種目に出場する。得意の100メートルでは決勝に残ったものの6位に終わる。ついで出場する200メートルであったが、キャンベルの200メートルの自己ベストは20秒49でしかなかった。しかし、準決勝で20秒13。 決勝でも20秒14の最高のパフォーマンスを演じ、ギリシャのコンスタンティノス・ケンテリスに次いで2位となり、銀メダルを獲得し周囲を驚かせた。2002年には、ヨーロッパ選手権の100メートルで銀メダルを獲得。400メートルリレーでも1着となったが、メンバーの薬物違反により記録が抹消されている。同年のコモンウェルスゲームズでは100メートルは銅メダルに終わったが、 4 0 0ルリレーを制止連覇を果たした。2003年の世界選手権では2 0 0ルで3位となる。さらに4 0 0ルリレーでは2着となるが、前年のヨーロッパ選手権と同様の理由で失格となっている。2004年アテネオリンピックでキャンベルは最高の成績を収めることとなる。1 0 0ル2 0 0ルは準決勝で敗退したものの、ジェイソン・ガードナー、 マーロン・デボニッシュ、マーク・ルイス・フランシスのメンバーで挑んだ400メートル。リレーは、アメリカと激戦の末イギリスが100分の1秒差制し、ついにキャンベルに、金メダルが輝いた。キャンベルはその後も競技を続け、2006年には、ヨーロッパ選手権の400メートルリレーでも優勝を果たしている。ありがとうございます。